はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらワゴン R 型式が DBA-MH21S、こちらのですね、車両のエンジンオイルとオイルフィルター、こちらの交換をですね DIY していきたいと思います。すいません、カメラがちょっと壊れちゃって、ここ横に線がですね、入ってしまってるんですけれども、すいません、まだちょっとね、買い替える予算がないもんですから、ちょっとしばらく、こちらで我慢していただければと思います。なるべく早めに買い替えたいと思います。はい、それではですね、ジャッキアップ等々といたしまして、作業準備いたします。はい、ツール紹介させてください。こちらドレンボルト開閉に使います 17mm のコンビレンチ、それからですね、フィルターは、こちら日東工業さんの 4SF-1021800 こちら使います。でこれに伴いまして、この 63mm のですねカップを使います。でラチェットはこちら、柄が長くてですねギアが強いもの、あんまりね、小さいやつですとギア飛んでしまう恐れがありますので気をつけてください。で、こちらオイルの量なんですけれども、こちらノンターボで、銘柄の方をですね、10W30 にもう10万キロ以上走ってるもんですから、あんまり柔らかいオイル使ってですね、エンジン、ダメにしちゃうよりもですね、少しちょっと固めにして、燃費は悪くなりますけれども、エンジンに優しくという感じでやっていきたいと思います。で、量の方は、オイルとフィルター変えますので、2.9 リットルですね。これ、ターボもノンターボも同じ量だそうです。はい、それではですね、早速作業の方を始めていきたいと思います。はい、それではですね、作業を始めていきたいと思います。で、ちなみにこちらがオイルパン。で、ここがオイルフィルターですね。手順としましては、オイルのこちら、ドレーンがここにあるんですけれども、こちらをですね、開くところから始めます。はい、緩めましたら手で回します。結構最初勢いよく出ますので、ね、気をつけて、やっていただければと思います。あれ、普通手で回るんですけどね、なんか硬いですね。あ、逆か。おっと、落ちてしまいました。ちょっとね、今日風強いので、こちら飛ばないようにですね、ドレーンボルトを下に落としてしまったのはちょっと失敗でした。それではですね、まだこちらオイル少し垂れてるんですけれども、フィルターの方を外してですね、手早く、こちらを新品で、つけたいと思います。この日東工業さんのはですね、新品が、こんな水色になってます。これビニールついてますので、必ず取り外して使います。ちょっとすいません、手が滑るので一回止めます。
はい、それではですね、フィルターのね交換をやっていくんですけれども、こちらのですね新しいフィルターのですね、ここのゴムの部分のところにですね、芯をつけておきます。これはねじれ防止ですとかですね、オイル漏れの防止につながるそうです。はい、で、こちらフィルターをですね外してきますね。はい、着地点にちゃんとオイル受けを置いてくださいね。結構垂れてきますので、はい、このような形でですね結構最初垂れます。下向きについておりますのでね、よいしょ、ちょっとねすいません時間かかってしまって、滑るんですね。でちょっと戻ってしまうんですね。長いな。はい、やったら外れました。結構手こずりますね。結構ここのネジが長いんでね、外れるまで時間かかります。ちょっとね、これオイル少し切れるまで待ちましょう。意外と出ますね。はい、そしたらですね、軽くね、ここを脱し、まあ、パーツクリーナーとかは私使わないです。中に成分が残るのが嫌なので、軽く拭きます。で、こちらのフィルター、新しいのですね、これをつけていきます。ちょっと滑りますね。はい、ちゃんとネジがくってればこうやって軽く回ります。はい、でここついたらですね、ここから4分の3周と言われてます。またやはりねこのカップ使ってやってきますね。はい、それではおっと、ちゃんと入れとかないと。はい、これで半周、あと4分の1周ですね。はい、こんなもんでね、一応メーカーの指定の、4分の3周、これすれば OK です。はい、それではですね、ちょっとドレーンの方をですね、締めたいんですけど、ちょっとこちら、オイル受けの中に落としちゃったので、ちょっと一回ね、カメラ止めて、救出してからこちら取り付けたいと思います。はい、それではですね、ドレーンボルトを救出しましたので、交換していきたい、取り付けていきたいと思います。はい、こちらですね、長いです。手で回します。はい、そうしましたらですね、手締め、やれるところまでやって、こちら、コンビレンチで締めていきます。これはですね、3キロとか4キロとか言われてますね。特にドレーンパッキン変えた時はちょっと強めに締めた方が。まあ、ネジ山やつけちゃうほど強く締めなくていいです。こんぐらいでいいですね。はい。で、そうしましたらですね、この辺ちょっと汚れましたので、こちらを洗浄して、オイルチェックしていきます。はい。それではね、パーツクリーナー使ってこの辺ちょっと綺麗にしていきます。特にこのね、オイルフィルターの
ところから出てたオイルのですね、道が汚くなってますので、で、このエキゾーストとかですね、かかったやつが、嫌な匂いしちゃいますので、なるべく拭き取ってあげるような形ですね。はい。で、ここいつもきれいにしておくとね、なんかオイル漏れした時にね、どっから漏れたかっていうのわかりますのでね。はい、こんな感じで、いいかなと思います。はい、そしたらですね、オイル注入の方していきたいと思います。はい、オイル注入いきたいと思います。こちらね、フィラーキャップになります。はい、ここにタイミングチェーンが見えます。ではですね、ジョッキの方で 2.9 リットル入れていきたいと思います。はい、そんなにね、飲み込みの悪い車じゃないんですけれども、あんまり一気に入れすぎると、溢れてくることありますのでご注意ください。で、ここね、レベルゲージがあるんですけれども、今ですね、オイルもフィルターもね、変えましたので、一度エンジンにですね、オイル行き渡らせて、それから、レベルの方を測っていきたいと思います。まあ、目安としていつも自分たちは、エンジンかけて5分、冷まして5分、その後に、こちら見ていきたいと思っております。それでですね、また後でそれはやりますので、一度カメラを止めます。はい、アイドリング5分、クーリング5分いたしましたので、レベルを測っていきたいと思います。こちらレベルゲージになります。これね、まず1回抜きまして、余分な油分をですね、拭きます。で、もう1回刺します。はい、そうしましたらですね、こう穴と穴があるんですけれども、この中にですね、入っていればいいとされております。はい、で、今回ね、上限いっぱいのところにまでですね、油ありましたので、こちらで OK ということになりますね。はい、今日はですね、この MH21S のワゴン R、 こちらの方のですね、エンジンオイルの交換を、DIY させていただきました。今日もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。